大臣臨場舞台気をつけ ただいまから南スーダン派遣施設祭待機返還式を行います国家斉唱を行いますご臨席の皆様はご起立の上国旗にご整体ください前奏に引き続き御唱和願います お降りください壇上の皆様、ご臨席の皆様および、陪席の職員はご着席ください内閣総理大臣に対する栄誉令を行います壇上の皆様および陪席の職員はご起立ください。 内閣総理大臣遠大中央へお進みください内閣総理大臣に対しえよれ スーダン派遣施設内に対し内閣総理大臣から特別賞状の授与を行います内閣総理大臣演大中央へお進みください特別賞状授与賞状南スーダン 派遣施設隊第11次。右は平成28年12月12日から平成29年5月25日までの間、可決定併合および宿営地の共同防護という新任務が付与される中、南スーダン共和国において、国連施設の整備および同国の道路補修等の施設作業を着実かつ整然と実施し、我が国の国際連合平和維持活動に大いに 寄与し自衛隊に対する国内外の理解と信頼を深めるとともに自衛隊の施設部隊の派遣としては過去最長となる5年を超える南スーダン派遣施設隊の活動を安全確実に終結させたこれは体調の優れた統率のもと全隊員が国際平和協力業務の重要性を深く認識し一致団結して兵署の訓練 成果を遺憾なく発揮した賜物であり、その功績は特段の推奨に値する、よってここに副賞を添えて表彰する、平成29年5月30日、自衛隊最高指揮官、内閣総理大臣、安倍晋三、ご苦労さでした。 舞台功績貢献賞、授与。続きまして、南スーダン派遣施設に対し、国際平和協力本部長表彰の授与を行います。 国際平和協力本部長表彰状、南スーダン派遣施設隊第11次、既部隊は平成28年12月から平成29年5月までの間、国際平和協力法に基づき、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、厳しい生活環境の下、国際平和協力業務を適切に遂行し、国際社会の平和と 安定に寄与するとともに我が国の国際連合平和維持活動への参加に対する国内外の理解と信頼を深められましたよってここにその功績を表彰します平成29年5月30日国際平和協力本部長内閣総理大臣安倍晋三 内閣総理大臣訓示、内閣総理大臣、円大中央へお進みください。指揮者のみの敬礼、休ませてください。 南スーダン派遣施設隊の隊員諸君が見事に任務を完遂し、無事帰国したことを大変嬉しく思います。本当にご苦労様でした。p t o 国連平和維持活動は、世界の平和と安全のために国連が行ってきたさまざまな取り組みの中でも最も重要なものです。独立間もない世界で最も若い国。 南スーダンの国づくりに貢献するため諸君は日本から1万1000キロ離れたアフリカの大地で困難な任務に当たってくれました。四半世紀に及ぶ自衛隊の国際協力の歴史の中でも南スーダン p t o への施設部隊の派遣は過去最長となり同時に過去最大規模の 実績を残ししてくれましたさらに第11代の諸君は平和安全法制に基づく新たな任務を担ってくれましたいずれも歴史的な意義を持つものです第1次隊から第11次隊に至るまで3854名のすべての派遣隊員の諸君 1> 第1次隊坂間照夫隊長第2次隊増木信孝隊長第3次隊持田正樹隊長第4次隊梅本哲夫隊長第5次隊井川健一隊長第6次隊野村庄司隊長第7次隊西村治隊長第8次隊 山下博隊長第9次隊藍薗和弘隊長、第10次隊中力治隊長、第11次隊田中義郎隊長、そして現地で調整の任に当たった生為徹所長、土屋春俊所長。所管を先頭に 5年もの長きにわたり一人一人の隊員がアフリカの灼熱の大地に流した汗は必ずや南スーダンの平和と発展の大きな礎となるそう確信しています未来ある若者のため避難を仕切られた人々のためそして南スーダンの自立のため 極めて厳しい環境の下、危険の伴う自衛隊にしかできない責務を立派に果たしてくれた諸君に、日本国民を代表し、新人なる敬意を表します。そして、大切な家族を送り出してくださったご家族の皆様に、最高指揮官として、心から感謝申し上げたいと思います。 南スーダンのキール大統領は、友人である日本の施設部隊が誠実かつ献身的に多くの素晴らしい仕事を成し遂げてくれたことに感謝する。この5年間の日本の施設部隊による貢献を、南スーダン政府、国民は決して忘れない。との言葉を伝えてくれました。平和のため 黙々と汗を流す自衛隊員の姿を世界が称賛し感謝し頼りにしています与えられた任務を全力で全うする隊員諸君は日本国民の誇りであります我が国は歴代の派遣隊員諸君が積み重ねてきた成果を生かし今後とも積極的平和主義の旗を高く掲げる 国際,国際社会の平和と安定のために力を尽くしてまいります。諸君が今回の経験を糧に、それぞれの持ち場において自衛隊が果たすべき役割を全うし、国民の厚い信頼と期待に応えることを切に望み、私の訓示といたします。平成29年5月30日、自衛隊最高指揮官、内閣総理大臣、安倍晋三。 内閣総理大臣に対する栄誉礼を行います壇上の皆様及び陪席の職員はご起立ください内閣総理大臣遠大中央へお進みください内閣総理大臣に対し栄誉礼 総理大臣元の位置へお戻りください以上をもちまして南スーダン派遣施設隊待機返還式を終了いたします内閣総理大臣ご退場お願います